シンヨンスクは、韓国のミュージカル女優。極東大学演劇演技学科専任教授。大学で声楽を専攻し、1999年ミュージカル、秋なり工でデビューした後、数多くのミュージカルで活動している。1999年から2007年まで、約8年間、ソウル芸術団でしっかりした基本技を磨いて、その後はフリーランサーとして、 多くの著名なスタッフたちとミュージカルを成功させた。愛称は、ママにし。2008年、ソウル芸術団から対談し、シスターソウルのジョセファン役から始まり、キャッツのグリザベラ、モーツアルトの男爵夫人、ハムレットのガートルードに、にと物語のドファル・ジュ夫人、レベッカのダンバース夫人、秋な皇后の秋な皇后、他にも、数多くのミュージカルを経ながら、役者として、 腕を上げている。優れた外見や波外れた歌唱力、繊細な演技、そして観客を圧倒するカリスマで、彼女の公演を見る観客を、劇の世界に引き込んでいる。いつでも、最高のパフォーマンスをする彼女は、鋼鉄の生態を持つ人、安心して見られる俳優とも呼ばれる。ミュージカル、モーツアルト、のバルトシテッテン男爵夫人の、星から降る金で、 驚異的な歌唱力を見せて、黄金の四スクというニックネームまでできた。初のミュージカルで、名前のついた役を演じたのは珍しいことだったが、彼女は驚くべき実力によって、秋なり皇后で、マダムソンタク役に抜擢された。2010年第4回ザ・ミュージカル・アワード、助演女優賞2013年第7回大愚、インターナショナルミュージカル・フェスティバル今年のスター賞2015年、 第9回大愚インターナショナルミュージカルフェスティバル、今年のスター賞2016年第11回、ゴールデンチケットアワードシーンスティラー賞2016年、第10回大愚インターナショナルミュージカルフェスティバル、今年のスター賞2017年第12回、ゴールデンチケットアワードミュージカル女優賞2017年、第1回韓国ミュージカルアワード女演女優賞、字で緑水ママという役を演じたことからつけられた。 西は、様の意味。星から降る金の韓国版タイトルは、黄金の星で付けられた。ありがとうございます。